6人組ダンスボーカルグループ、桜グラデュエーションが28日、東京、ダイバーシティ東京プラザのフェスティバル広場で、デビューシングル、刺激的ビビッド、の発売記念イベントを開催した。写真、兄貴分、ボイメントの集合ショット桜グラデュエーション、通称、クラグラ、は、東海エリアを拠点に活動するエンターテインメント集団、ボーイズメン、通称、ボイメン、 を出したフォーーーチュンエンンンエターテイメントのオーディション番組私、今日でアイドルやめます。で選ばれた女性ダンスボーカルグループ。約400人の参加者から6人のメンバー。アイラ、AOI、ミレイ、ヒトミ、アノン、リリーが選ばれ、昨年8月の名古屋エンタメ祭りでお披露目。この日、シングル、刺激的ビビッドでデビューを飾った。同性が憧れる。 おコンセプトに世界での活躍を視野に入れている同グループでは、デビュー前にツアーや海外公演など、3年間の活動目標や内容、日程が決定している。そしてこの日のデビューイベントでは、新たに2027年3月に卒業することが発表された。フォーチュンエンターテイメントの谷口誠司氏は、卒業と言っても色々な意味があるが、 例えば中学や高校を卒業することは決して後ろ向きなことではない。クラグラは世界進出を目標にしているグループで、今立ててている3カ年計画をしっかりとこなせば必ず世界に行ける。期限を設けることで有限実行のグループにしたい、と伝えた。この、卒業、はメンバーにも知らされておらず、6人は当初こそ困惑していたが、谷口氏の言葉を聞いたことで決意の表情に。 リーダーのミレイは、夢の賞味期限が3年になった。でも、3年以内に叶えられるようにめっちゃ頑張ります、と力を込めた。イベントには、兄貴分、のボイメンも駆けつけ、自身らのパフォーマンスでクラグラのデビューをした。